1 0年代後半から日本に対して行われた石油などの輸出規制、禁止の相対。ABCD とは貿易制限を行っていたアメリカ合衆国、イギリス、中国、オランダと各国の頭文字を並べたものである。ABCD 法彗人、ABCD 経済法彗人、ABCD ラインとも呼ばれる。この故障は日本の新聞が用いたものとされるが、 所質についてはよくわかっていない。この対日政策が経済制裁か経済封鎖かについては研究者間でも一定していない。事実上の対日経済制裁に対する日本側からの別称である。経済制裁及び経済封鎖という強制外交手段は死略戦の時代以前から存在したが非軍事的強制措置の手段として英乱戦争あるいはナポレオン戦争時に ほぼ確立した。戦時国際法においては、中立国の権利義務が存在しており、ある国が公選対象国に経済的圧力を及ぼす目的で、中立国に協力を要請し、中立国がそれに協力することは、中立義務違反として禁じられている。このため自国の公安から輸出される貨物が、自国の許可証を持たない場合や、自国の公安や船舶を経由して、 適正国に輸出される貨物が許可書を持たない場合、あるいは経済封鎖指定海域を航行する商船に臨検した際、自国の許可書を所持しない場合、許可書のない貨物については適国所有物として打保の対象にするといった手法が開発された。また、金融資産等決令は、金本位制の時代にはイギリスあるいはアメリカ合衆国にとって、 適正国家の外国為替決済用資産を没収する強力な外交手段であった。第一次世界大戦後には、その講和原則であるウッドロー・ウィルソンの14過剰の平和原則に基づき、従来の勢力均衡から新たに集団安全保障という国際紛争や侵略に対し、国際社会が集団で協調して対処を行うことにより平和秩序を構築する。 他国間主義体制へと転換する試みが行われ、国際平和機構である国際連盟が設立された。また、国際連盟規約では、その16条において、軍事力の行使に至らない、実際の平和構築の強制手段として、イヤ国に対する集団的な経済制裁が定められた。個別の国家による経済制裁そのものは、強制外交手段の一つであり、 伝統的な国際法の理解によれば、武力使用による強制外交と同様に外交上の敵対行為とみなされる可能性があるが、国際連盟規約の協約に従う限り、国際連盟を中心とする集団安全保障の枠組みでは、その国際法上の合法性が担保されることとなった。1931年9月18日の満州事変の発生で、国際連盟は、 中華民国の提訴と日本の提案により、日中間の紛争に対し介入を開始し、立屯調査団を派遣した。立屯調査団の報告を受けて、1933年2月24日の国際連盟総会では、中日紛争に関する国際連盟特別総会、報告書が、賛成42票、反対1票、危険1票、投票を不参加一国で採択された。 この結果を受けて中華民国は規約16条の経済制裁適用を要求したが対日経済制裁には必要不可欠なアメリカ合衆国は国際連盟に対し制裁に反対であることを立憲調査団が派遣される以前の1931年11月11日の段階で中米国大使が確認しており中華民国の要求は 他の代表の沈黙及び闘技打ち切り宣言により、黙殺された。1937年7月7日、露光橋事件が勃発し、日中間が地域紛争に入ると、中国の提訴を受けた国際連盟総会では、同年9月28日に、中国の都市に対する爆撃に対する23カ国、諮問委員会の対日避難決議案が、全会一致で可決された。 1938年9月30日の理事会では、連盟全体による集団的制裁ではないものの、加盟国の個別の判断による規約第16条適用が可能なことが確認され、国際連盟加盟国による対日経済制裁が開始された。孤立主義の立場からアメリカ合衆国議会での批准に失敗し、国際連盟に加盟していなかったアメリカ合衆国は、 満州事変当初は中国の提案による連盟の対日経済制裁に対し非協力的であった。しかしその立場は不戦条約及び旧各国条約の原則に立つものであり、満州国の主権と独立を認めず国際連盟と同調するものであった。アメリカ合衆国の孤立主義的な立場が変わるのはフランクリン・ルーズベルトがアメリカ合衆国大統領になってからである。 ルーズベルトは大統領に就任してから1937年の隔離演説発表まで表面上は日本に協調的姿勢を見せ、非中国間の紛争には一定の距離を置く外交政策をとっていた。しかし、同年7月に六甲橋事件が発生すると、対日経済制裁の可能性について考慮をし始め、10月5日に隔離演説を行い、 孤立主義を彫刻し増長しつつある数軸諸国への対処を訴えた。日本に対する経済的圧力についてはアメリカ国内に依然として孤立主義の声もあって慎重であり、口実の通り長期的で段階的なものであったが、普通院新中による1941年7月から8月にかけての対日資産凍結と数軸国全体に対する 石油の全面禁輸措置によって ABCD 包囲網は完成に至る。なお、対日軍事同盟を含めた何らかの秘密協定や合意、密約が存在したとの論については、真珠湾攻撃陰謀説の一部を構成している。アメリカ合衆国は、日露戦争以降、中国東北部及びロシアシベリア権益について日本と対立と協調を繰り返してきたが、 日本は満州前後条約や満州協約、北京議定書、日清追加通商公開条約、大化21課条要求における2条約13、交換公文などを根拠に、戦線布告せず交戦する技術を進化させてきたのに、対し、アメリカが採用した、戦線布告せず経済制裁する技術が、対日経済封鎖である。アメリカは、日本と改戦しておらず、国際連盟が、 対日経済制裁を決定する以前には、公然と経済制裁によって、対中協力を行うことはできない。また、国際連盟に参加していないため国際連盟と協調行動を取り対日経済制裁に参加する、国際法上の、あるいはアメリカ国内法上の根拠がない、特に日米は共に、不戦条約定約国でありアメリカ側からの、 対日戦線と受け取られかねない国家実行はアメリカ上院の許容するところではなかった。欧州で大戦が勃発した後もアメリカは外交上中立を維持し9月5日に中立宣言を発布していた。アメリカは満州事変の発生、特にルーズベルトが大統領に就任した1933年3月以降、対日貿易を制限する根拠となる法令を 成立させてきた。これは直接的には1929年から発生した世界恐慌を乗り切るための経済ブロック政策としての面があり、関税、輸出品目統制、金融機関への窓口指導、制限品目への監視体制などである。貿易は原則自由から制限許可制となっており、 戦略物資はアメリカからの輸出を原則禁止とした上で除外国リストから日本を慎重に除去するだけで良かった。ルーズベルトは1933年には中生代的通商法を成立させており、この法律は国家が戦争状態にあるとき議会の承認なく重要な法律や政令を実行に移すことを可能にしたものであるが、ルーズベルトは強行の発生を 国家の戦争状態と市1933年銀行法の通達を発するなど、すでに議会から非常事件源を一部獲得していた。1940年の日米通商公開条約執行以降は、アメリカ側が輸出入に関して制限をかけても日本に対抗手段がない状態となった。さらに大敵通商法の適用国となれば、アメリカの民間人がある国と自由に、 あるいは、第三国を経由して、公益を行うことを制限する完全許可制となり、大敵通商法の適用を匂わせることで、日本に対する市場封鎖圧力を加えることができた。当時は金本位制であり、日本政府の為替決済用在外資産は、ニューヨークとロンドンにあり、ニューヨークの日本政府代理店には1億ドルの金融資産があった。1920年代後半、 第二次北伐や、それに伴う三島出兵、災難事件などを受け、小解石政権は大衆を動員した政治運動として日下排斥運動を展開しており、1928年5月14日には、上海反抗日軍暴行委員会が組織され、対日経済絶好を宣言していた。アメリカ政府が上院の許容する外交権限の範囲で上院の前提とする、 国際条約と国際法の範囲内において国内法を使用してイギリスオランダを含め東アジアの欧米植民ブロックから日本を締め出すためには議会や大衆への説得、慎重で精密な法の構成と運用が必要であった。アメリカによる対日封鎖と経済制裁のあらましを記す。1930年代半ば世界はベルサイユ体制の存続をめぐって 数軸国、自由主義国、共産主義国の三陣営が次第に対立を深める。日本は1937年から日中戦争を始め、それによりパネー号事件などの日本軍によるアメリカの在中国権益侵害事件が発生するに従い、中国大陸の権益に野心があったアメリカでは対日経済制裁論が台頭してきた。そしてこの絵内閣が1938年に、 発表した、党は新秩女生命に以前から日本を敵視していた。アメリカは態度を硬化させ、1939年に日米通商公開条約の廃棄を通告した。1940年1月に条約は執行し、アメリカは、クズ鉄、航空機用燃料などの輸出に制限を加えた。アメリカの輸出制限措置により日本は、航空機用燃料やクズ鉄など戦争に、 必要不可欠な物資が入らなくなった。アメリカの資源に頼って戦争を遂行していたため、その供給停止による経済的圧迫がなされ、地下資源に乏しい日本は苦境に陥った。1940年9月、イギリス、アメリカなどが小海石政権に物資を補給するルートを遮断するために、日本は新独のビシーフランスとの条約締結のもと、 普通領ドシナ北部へ進駐した。さらに同月ドイツとの間で、日独防強協定を引き継ぐ、日独一三国軍事同盟を締結した。この同盟によりアメリカは日本を敵国とみなし、北部普通印進駐に対する制裁と、日中戦争の拡大など日本の拡大政策を、牽制するという名目のもと、アメリカは、クズ鉄と鋼鉄の対日輸出を禁止した。その一方で、 日本は、ランインと石油などの資源買い付け交渉を行っており、交渉は一時成立したにもかかわらず、その後ランインの供給量が日本の要求量に不足しているとして、日本は1941年6月に交渉を打ち切った。この交渉で鍵となったのが航空機用燃料の量で、アメリカの圧力によって、ランイン側は日本が求めた量の1、4に止められた。 当時の日本では航空機用燃料の貯蔵量がそこを突きかけていた。4月にアメリカイギリスオランダの3国は軍事参謀会議を開きアジアにおける対日政策について協議した。海軍などでは三井物産などの民間商社を通じブラジリアアフガニスタンなどで油田や鉱山の獲得を進めようとしたがすべてアメリカの圧力によって契約を結ぶことができず。 1941年には民間ルートでの開拓を断念した。7月には石油などの資源獲得を目的とした南方進出用の基地を設置するために日本は普通領インドシナ南部にも進駐した。これに対する制裁という名目のもと、対日資産の凍結と石油輸出の全面禁止。イギリスは対日資産の凍結と日英通商公開条約等の廃棄。 ラインは、対日資産の凍結と、日乱民間石油協定の停止をそれぞれ決定した。日本は、石油の約8割をアメリカから輸入していたため、このうちのアメリカの石油輸出全面禁止が深刻となり、日本国内での石油貯蓄分も、平時で3年弱、戦時で1年半と言われ、早期に改善しないとこのままでは自利品になると、 陸軍を中心に強硬論が台頭し始めることとなった。これらの対日経済制裁の影響について英国首相のウィンストン・チャーチルは日本は絶対に必要な石油供給を一気に断たれることになったと論評している。9月、日本は午前会議で戦争の準備をしつつ交渉を続けることを決定し、11月に公安、お通案と呼ばれる妥協案を示して、 経済制裁の解除を求め、アメリカと交渉を続けた。しかし、アメリカは、イギリスや中国の要請により、中国大陸からの日本軍の撤退や日独遺三国軍事同盟の破棄、蒋介石政権以外の否認などを要求した、春ノートを提出。これは暫定かつ無拘束と前置きはしてあるものの、日本側が最終提案と考えていた。 おつ案の受託不可を通知するものであり、交渉の進展が期待できない内容であると考えた、日本政府は改選もやむなしと判断した。なお日本側がおつ案を最終提案として、交渉終了の目安を11月末程度と考えていたことは、暗号解読と交渉の経過により、米国側にも知られており、その上で恩恵案は破棄され、厳しい内容の春ノートが提示された。 この方囲モの実態に関して、ありがとうございます。